ニューヘイブン、ニューヘイブン、ニューヘイバンは、アメリカ合衆国コネチカット州南部に位置する都市。人口は12万9779人、2010年国勢調査で、ブリッジポートに次ぐ、州第二の都市である。ニューヘイブン軍一軍からなる都市圏は86万2477人、2010年国勢調査の人口を抱える。ニューヘイブンは、 イエール大学がキャンパスを構える学術都市として、都に有名である。また、市内に、ハルニレ、エルムの木が多く建っていることから、ザ・エルムシティ、エルムの町という別名を持っている。このハルニレをはじめとした緑の多い、全米最初の計画都市の一つとしても知られている。ニューヘイブンは、大統領ゆかりの町でもある。ジョージ・ウーカーブッシュは、父ジョージ・ハーバート・ウーカーブッシュが、 イエール大学在学中にこのニューヘイブンで生まれた。ビル・クリントンは、イエール大学のロースクール在学中に、ヒラリー・クリントンと出会い、このニューヘイブンで暮らした。変わったところでは、ニューヘイブンは、イタリア系移民が多く住んでいたことから、アメリカ合衆国におけるピザ発祥の地の一つとしても、知られる、フランク・ペペが有名。また、イエール大学の学生が、フリスビーという社名の入った。 パイザラを逆さにして投げて遊んでいたことが、フライングディスク、フリスビーの原型となったことから、フリスビー社が本社を構えていた、ブリッジボートと共に、フライングディスク発祥の地とも呼ばれている。ヨーロッパ人が入植する前は、この地には、クイニピアック族、クイニピークのネイティブアメリカンが住んでいた。クイニピアック族は、湾の奥に村を作り、沿岸では魚を釣り、 内陸ではトウモロコシを栽培していた。1614年、この地にオランダ人がやってきて、地元のクイニピアック族とビーバーの毛皮の取引を始めた。しかし取引は安定せず、オランダ人はこの地に入植するには至らなかった。1638年4月、イングランド人牧師ジョン・ダベンポート、ジョン・ダベンポートとロンドンの商人セオフィラス・イートン、ティー・ローラス・エアトンに率いられ、 500人の新教徒たちがマサチューセッツ湾植民地を立ち、船でこの地にたどり着いた。湾が天然の良好であったため、彼らはこの地にマサチューセッツを超える宗教コミュニティを築くことを望み、都市計画を立てた。一方、クイニピアック族は近隣に住むペコット族、ピークワットの攻撃から自分たちを守ることを条件に、入植者たちに土地を売り払った。 1640年頃までには町の紙政府と五番の目のように区画された街路に象徴される都市計画が実行に移されていた。また町の名もクイニピアックからニューヘイブンに改められた。町はニューヘイブン植民地の首都となった。この頃はニューヘイブンはハート報道を中心とするコネチカット植民地とは別個に存在していた。しかし、 1646年にニューヘイブン植民地は経済危機に見舞われた。イングランドに向けて貨物を満載した船が植民地に戻らなかったのである。この事件によりニューヘイブンの貿易拠点としての地位は低下し、ボストンやニューアムステルダム、現在のニューヨークに大きく水をあけられることになった。1660年、ダベンポートの願いはついに叶い。 その3年前に死去したエドワード・ホプキンスの遺産薬1000ポンドを投じて、ホプキンス学園が創立された。1661年、チャールズ1世の死亡宣告書に署名した判事が、チャールズ2世に国王殺しの大罪人として追われ、このニューヘイブンに逃げてきた。ダベンポートは、この3名の判事をかくまい、町の北西に連なるウェストロックに住まわせた。現在のニューヘイブンでは、 これらの判事は、ザ・スリー・ジャッジスと呼ばれている。1664年、イングランドの政治的圧力により、ニューヘイブン植民地は、コネチカット植民地に併合された。1701年にニューヘイブンは、ハートホードと共に、コネチカット植民地の首都となった。この重都性は、コネチカットが州に昇格した後も1873年まで続いた。 この頃のニューヘイブンは農業を主とした町であった。しかし、1716年にイエール大学が創立地のオールドセイブルック、アドセイブルックから移ってくると、ニューヘイブンはハーバード大学のケンブリッジ同様、学術都市としての地位を確立していった。一世紀以上にわたって、ニューヘイブンの市民はフレンチ・インディアン戦争などでイギリス軍と戦ってきた。 やがて独立戦争が開戦した。1775年4月23日、ガバナ、エスフトガード、総督の足元の護衛と呼ばれる、ニューヘイブンの植民地軍が、イギリス軍に苦しめられるようになると、彼らは、植民地軍の大イベネディクト・アーノルド、ベネディクト・アーノルドの指揮のもとに、火薬庫に押し入って武装し、ケンブリッジに向けて3日間にわたる行進を始めた。 他のニューヘイブンの植民地軍は町に残り、ケンブリッジへの道中にニューヘイブンに泊まっていた、ジョージ・ワシントンの警護に当たった。この4月23日は、ニューヘイブンでは、パウダーハウスデー、火薬庫の日と呼ばれ、祝われている。やがて、イギリス軍は、当時人口3500人ほどだった。この町に攻め入ってきたが、ニューイングランドの他地域ほどには被害を受けなかった。そのため、 ニューヘイブンには植民地時代の建物や街並みの多くが残されている。ニューヘイブンは1784年に正式な市になり、アメリカ独立宣言やアメリカ合衆国憲法に署名したロジャー・シャーマンが初代市長に就任した。18世紀末、イエール大学の卒業生である発明家、イーライ・ホイットニーが綿の防石器を発明した。また、ホイットニーは、 市の北部に銃の製造工場を設立した。現在ではこの工場はホイットニーの発明品を展示する博物館になっている工術。これらの発明品や工場によってホイットニーは手間のかかる手工業から抜け出し産業的な大量生産の概念を生み出した。ホイットニーの手法を用いコネチカット州は工業州としての発展を遂げていった。 1836年にはホイットニーの工場でサミュエル・コルトが世界初とな自動回転式拳銃を発明した。1800年代初頭にはファーミントン運がファーミントンカナルが建設され、ニューヘイブンで生産されたこれらの工業製品をコネチカット州の内陸部に輸送する手段確立された。1839年、アフリカ大陸で誘拐され、 奴隷として、スペインの商船アミスタッド号で連れて来られたアフリカ人が戦場で反乱を起こし、船を乗っ取るという事件が起きた。彼らはアメリカが州国海軍によって、逮捕、拘留され、殺人罪と反乱罪、そして奴隷、船、積み荷の所有権をめぐる裁判がここニューヘイブンの地方裁判所で始まったアミスタッド号事件。 二年後の1841年3月9日、連邦最高裁判所の判決によりこれらのアフリカ人は自由の身となり、翌1842年に彼らは故郷のアフリカへ帰還した。この一連の裁判は全米の注目を集め、各所で奴隷廃止の機運が高まった。また、後にニューヘイブンとシエラレオネの首都フリータウントが姉妹都市提携を結ぶきっかけともなった。 現在、視聴者の横には、奴隷の非公式なリーダーであった、ジョセフ・チンク、ヨゼフ・ソンクの像が立っている。南北戦争中、ニューヘイブンは、戦争需要によって、工業製品の生産が増加し、経済成長を遂げた。また、ヨーロッパ、特に、イタリアからの移民が大量に移入したことにより、南北戦争中から20世紀初頭までに、ニューヘイブンの人口は2倍に増加した。 彼らの子孫はニューヘイブンとその周辺に根付き大規模な民族グループを形成している。ニューヘイブンに隣接するイーストヘイブン、ウェストヘイブン、ハムデンの各市では現在住民の約半数がイタリア系アメリカ人である。20世紀に入り第一次世界大戦の後もニューヘイブンの成長は続いた。この頃の人口増加の要因は主に南部諸州からの アフリカン・アメリカンやプエルトリコ系の流入であった。南北戦争が終わり、自由のみとなっても人種差別の厳しかった南部の州から彼らは移り住んできたのであった。第二次世界大戦の直後、1950年にニューヘイブンの人口は16万4443人を数えピークに達した。しかし、1950年代後半に差し掛かると、 ダウンタウンは再開発や週刊高速道路の建設によって取り壊され、全米の多くの他都市同様、郊外への人口流出が始まった。もともと地域が狭く、新たに建てられる家は、ニューヘイブン地域の外に建てられることが多かったということも、市の人口減少に拍車をかけていた。1960年代から1990年代に至るまで人口は減り続け、 経済的にも衰退していった。数々の都市再生計画が立ち上げられたが、いずれも成果は芳しくなかった。市当局とイエール大学とが、課税や土地利用をめぐって、揉め事を起こすようになったのもこの頃であった。州内のブリッジボートやハートフォード同様、治安も悪化した。2000年代に入り、ようやくニューヘイブンは持ち直してきている。イェール大学に代表される、 研究、教育水準の高さを活かし、市は生医学、薬学分野での研究所を誘致しようと働きかけている。ダウンタウンには、高層オフィスビルのほか、高級コンドミニアム、各種ショップやバーが立ち並ぶようになり、活気を取り戻した。イエール大学をはじめとする市内の大学や学校は、全米から、そして世界中から若者を集め続けている。しかし40年にもわたる、 水体の傷跡は完全には癒えていない。ニューイングランドの他の主要都市同様、ニューヘイブンでは貧困は未だに大きな問題である。2000年の国勢調査では市の人口の1、4が貧困状態にあるとされている。治安が良くなってきてはいるものの、未だに殺人、強姦などの凶悪犯罪率は全米平均の2倍を超える水準である。また、地域の狭さと、 人口密度の高さゆえに、ニューヘイブンは、慢性的な住宅難に陥っている。ニューヘイブンはに位置している。アメリカが州国統計局によると、ニューヘイブン市は総面積52.4、軽平方メートル 20.、20.2ミである。このうち48.8キロ平方メートル、18.9ミが、陸地で3.6キロ平方メートル、1.4ミが水域である。 総面積の6.91%が水域となっている。ニューヘイブンは水深の深い湾の奥に位置している。市中心部の北東と北西にはそれぞれ赤みがかった玄武岩がそそり立っている。それぞれイーストロック、イーストロック、ウェストロック、ウエストロックと呼ばれるこれらの岩は公園となっている。修道15号線はウェストロックに掘られたトンネルを通っている。 ニューヘイブンは1638年に都市計画がなされた全米最初の計画都市の一つである。都市を創設する段階でニューヘイブンの街路は5番の目のように区切られ中央部には公園が設けられた。現在ニューヘイブン・グリーンと呼ばれている。この公園は都市創設時のレイアウトとほとんど変わっていない。ニューヘイブン・グリーンには3棟の歴史的な境界道が建っており、 都市創設当初の宗教色の強さが伺える。現在では、ニューヘイブングリーンは、市中心部のオープンスペースとして、憩いの場として、あるいは、イベント会場として使われている。1970年、ニューヘイブングリーンは、国の歴史的ランドマークに指定された。近年の都市再開発により、ニューヘイブングリーンを囲むように、高層オフィスビルやホテル、 ショッピングセンターなどが立ち並ぶようになった。このダウンタウンと海岸沿いのロングワーフ地区、ロングワーフはニューヘイブンで最も経済の再活性化に成功した地区である。またニューヘイブン・グリーンの西隣にはイェール大学がキャンパスを構えており、同大学の建物が立ち並んでいる。2018年8月15日、ニューヘイブン・グリーン内で合成大麻を使用していた60人が 中毒症状を起こして救急搬送などにより治療を受ける治安の状況を示唆する事件が発生した。ニューヘイブンはニューヨーク大都市圏を形成する都市の一つであるが同時にニューヘイブン自体が都市圏を抱えている。ニューヘイブンの都市圏はニューヘイブン軍の全域とミドルセックス軍南部にまたがり人口は約85万人を数える。ニューヘイブンは 数多くの研究、教育機関を抱え、学術都市としての知名度が特に高い。同志の名を全米に、そして世界に知らしめているのは、何と言っても、イエール大学の存在である。IB リーグの一角をなし、ハーバード大学、プリンストン大学と共に常に全米トップ3に入る。同大学は、法学、政治学の分野では右に出るもののない存在であり、 アメリカ合衆国政界に歴代大統領をはじめとする多数の人材を輩出している。一方、同大学はニューヘイブン最大の雇用紙という側面も持っている。イエール大学の他には以下のような大学がニューヘイブン及びその周辺にキャンパスを構えている。また、北、アメリカで2番目に長い連統を持つ私立の中高一貫校、ホップキンス学園。 ホップキンススクールもニューヘイブンに校舎を構えている。イエール大学は、博物館も多数有している。その中でも特に著名なものとしては、バイネキ気象書籍、原稿図書館、バイナッキー、レアブックマニュスクリプトライブラリー、イエール英国芸術センター、イエールセンターフォーブリティッシュアート、イエール大学美術館、イエールユニバーシティアートギャラリー、ピーボディ自然史博物館、 ピーバリ・ミュージアム・オブ・ナッチ・レル・ヒストリーが挙げられる。バイネキ気象書籍、原稿図書館は、グーテンベルク聖書の書版を保存していることで知られている。イエール英国芸術センターは、イギリス国外では、最大の英国芸術のコレクションを有する。イエール大学美術館は1832年に開館した全米最古の美術館であり、コレクションは10万点を数える。 ピーボディ自然史博物館は恐竜の展示物で著名である。この他には以下のような博物館がニューヘイブンに立地する。ニューヘイブン港にはアミスタト号のレプリカが係留されている。下記の期間中にはロングワーフピアでこのレプリカ船が公開されており、奴隷制、人種差別、公民権の歴史を知らしめる博物館になっている。 ニューヘイブン・グリーンでは特に夏の間、無料の公開コンサートが数多く開かれる。ニューヘイブン・シンフォニー・オーケストラ、ニューヘイブン・シンフォニー・オーケストラは毎年7月に同公演無料のコンサートを行っている。8月には、ニューヘイブン・ジャズ祭、ニューヘイブン・ジャズ・フェスティバルが開かれる。同イベントは1982年に始まり、2006年には、 祭りの最中に25回記念祝賀会が取り行われた。これまでデイブ・ブルーベックやレイ・チャールズ、セリア・クルスなどが出演した。このイベントは3万から5万人の観客を動員し、ニューヘイブングリーンの収容能力ギリギリで観客で埋めてきた。イエール大学の音楽学部はキャンパス内外の様々な会場で年間数百の講演をこなし、ニューヘイブンの音楽シーンに 大きな貢献をしている。2003年に取り壊されるまでは、ニューヘイブン・コロシアム、ニューヘイブン・コロシアムは、ロックコンサートのメッカであった。コロシアムでは、エアロスミス、グレート・フル・デッド、ブルース・スプリングスティーンなど様々なアーティストが、公演を行った。取り壊し後は、こういった公演は、ブリッジポートのアリーナ・アット・ハーバー・ヤード、アレーナ・アット・ハーバー・ヤードで行われるようになった。 市内のシューバート演技芸術センター、シュバートパフォーミングアーツセンターは、オクラホマ、開店木馬、南太平洋、王様と私、サウンドオブミュージックなど数々のミュージカル作品のプレミアを行ったことで知られる。また、欲望という名の電車のプレミアも同劇場で行われた。この他、ロングワーフ地区にもロングワーフ劇場、ロングワーフテアトルがある。 イエール大学のキャンパス内には、同校の演劇学部が運営する、イエールレパートリーシアター、イエールレパートリーテアトル、イエール大学劇場のほか、学生が運営している、イエールキャバレー、イエールキャバレーがある。南コネチカット州立大学は、ライマン演技芸術センター、ライマンセンターフォーザパフォーミングアーツを抱えている。ハンバーガー海の親については、諸説があるが、 ニューヘイブンでルイズランチ、ルイランチというレストランを経営していたルイズ・ラッセン。ルイ・ラッセンはその一人である。取れている。1895年、ラッセンはスライスした白いパン2枚に、直火で焼いた厚いパティ、スライスしたトマトと玉ねぎを挟んだサンドイッチを、考案し、店のメニューとして出した。同レストランは現在でも営業しており、ラッセンのオリジナルレシピを今も守り続けている。また、 ニューヘイブンはアメリカ合衆国におけるピザ発祥の地の一つでもある。20世紀初頭にイタリアからの移民が多くニューヘイブンに住み着くようになり、その際に本国からピザが持ち込まれた。アメリカ合衆国のピザにはシカゴスタイルをはじめとして、クラスと生地の厚いものが多いが、ニューヘイブンのピザは本国イタリアのもの同様クラスと薄く、これを炭火、もしくは 焚き木を用い、レンガの窯で焼いている。クラストに塗られるソースには赤いトマトソースと白いガーリックオイルの2種類がある。これにモッツァレラチーズがかかる。地元住民たちの間では白いソースのハマグリのピザが特に好まれる。イエール大学はスポーツにおいてもニューヘイブンの中心である。毎年11月下旬にシーズン最終戦として行われる。 ハーバード大学とのアメリカンフットボールの定例戦は、ザゲーム、セゲームと呼ばれる伝統の一戦である。この試合は、ニューヘイブンとケンブリッジとで1年ごとに交互に行われる。イエール大学のスタジアムである、イエールボール、イエールボールは、ニューイングランドで2番目に大きいスタジアムであるが、このザゲーが行われる時には満員になる。また、同大学内にある、コネチカットテニスセンター、 コネティカットテニスセンターは全米オープンが開催されるフラッシングメドウのアーサー・アッシュ・スタジアムに次いでテニス専用のスタジアムとしては世界第二の大きさを誇る。同スタジアムでは全米オープンの前哨戦としての性格を持つパイロットペンテニスという大会が開かれる。かつてニューヘイブンには様々なプロスポーツチームがあったがそのすべてが解散。 または市外へ移転しており、現在では1チームも残っていない。1972年に建設されたニューヘイブンコロシアムでは、アイスホッケーをはじめとするスポーツの試合や数々のイベント、コンサート、前日が開催されたが、2003年に取り壊され、30年の歴史に終止符を打った。取り壊しの原因としては施設の老朽化、市の財政の悪化、 利用率の低迷による収支の悪化などが挙げられる。ニューヘイブンの代表的な新聞社は、日刊誌である、ニューヘイブンレジスター、ニューヘイブンレジスターである。この他のニューヘイブンで読まれている新聞としては、週刊のニューヘイブンアドボケート、ニューヘイブンアドボケートや、オンライン日刊新聞のニューヘイブンインディペンデント、ニューヘイブンインディペンデントが挙げられる。 イエール大学の学生が運営している新聞には、日刊のイエールデイリーニュース、イエールデイリーニュースや、週刊のイエールヘラルド、イエールヘラルドがある。ランパスマガジン、ランピスマガジンというタブロイド誌もニューヘイブンで、刊行されている。コネチカット公営テレビ、コネティカットパブリックテレビジョン、CH65 は、ニューヘイブンに放送局を置いている。同局は、ニューヘイブンのほか ハートフォード CH24、ブリッジポート CH49、ノーウィッチ CH53 にも放送局を置いている。コンブレなど紳士服で知られる J プレスは1902年にこの地で設立された。ニューヘイブンの玄関口となる空港としては、ニューヘイブン湾の東岸にトゥーイードニューヘイブン空港があり、US Airways の定期便がある。 ただし、空港の規模が小さく、ジェット機は2006年1月を最後に発着していない。ニューヘイブン市民がよく利用する空港は、州都ハートフォードの北港に位置するブラッドレー国際空港である。東海岸以外へのビニア、国際線には、ニューヨークのサン空港、ケネディ国際空港、ラガーディア空港、ニューアーク国際空港がよく利用されている。 これら3空港からは車か、一旦、ペンシルベニア駅へ出て、鉄道で、ニューヘイブンへ着くことができる。ニューヘイブンは、道路交通のみならず、鉄道交通でも重要な拠点である。市内のユニオン駅は、アムトラックの北東回廊線上に位置し、同線の中距離列車、ノースイーストリージョナルやアセラエスプレスが停車する。また、ハートホードやスプリングフィールドを通り、 バーモント州へと向かう中高中距離列車が北東海老線から枝分かれし北へと向かう起点となっている駅でもある。さらにユニオン駅は近郊列車のターミナルともなっている。ニューヨークの近郊列車であるメトロノース鉄道はニューヘイブンが終点となっているニューヘイブン線。コネチカット州内の近郊列車ショアラインイーストはユニオン駅を起点とし東へ ニューロンドンまで伸びている。地域の交通機関としては CT トランジット、クトトランズットの運営する路線バスがニューヘイブン市内及び周辺をカバーしている。CT トランジットはニューヘイブンの他にもハートフォードやスンフォードなど州内の数都市で路線バスを運営している。また市が運営する電気自動車のトロリーに路線がダウンタウン内を走っており、 ビジネス街やイエール大学のキャンパスを通りながら、視している。このトロリーは無料である。また、ユニオン駅は、グレーハウンドのバスターミナルも兼ねており、ニューヨークとプロビデンス、ボストンとを結ぶ路線が停車する。ニューヘイブンでは日本の週間高速道路、I-95 と I-91 が合流する。I-95 は、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走る。 幹線である一方、I-91 は、ニューヘイブンから北へ、ハートフォードやスプリングフールドを通り、バーモント州東部を縦断して、カナダ国境へと至る高速道路である。これら2本の週間高速道路のほか、フリーウェイになっている、コネチカット州道15号線が、市の北を通っており、ニューヘイブンの環状道路、I-95 のバイパス道路としての役割を果たしている。 以下にニューヘイブン市における1790年から2010年までの人口推移を表で、また1850年から2010年までの人口推移をグラフで示す。ニューヘイブンは以下の6都市と姉妹都市提携を結んでいる。これらの都市のうちいくつかは歴史的な理由により選ばれている。例えばフリータウンはアミスタッド裁判が元で、 ニューヘイブンの姉妹都市となった。一方、アマルフィやア,アフラは、ニューヘイブンの民族グループを反映して、姉妹都市となっている。1990年、国際連合は、ニューヘイブンを平和のメッセンジャー都市と名付けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。